晴天の続きです。まあどちらかというと城村の方がこれぞ世界遺産という感じのイメージだったんですけど、ここのはですねのんびりとした日常の風景が広がってますね。こうやって蝶々さんも鼻から蜜を吸ってますね。ずっとこんな感じでここらのあれは蝶々が多いですね。菜の花とかが咲いてますね。向こうなんかも菜の花畑ですよ、ね、まあのんびりとした風景ですね。まあだからこれといった大きな感動はないんですけども、これが先ほどの楼閣みたいなやつですね。ずっとのんびりした風景が広がってます。蝶々が舞い踊ってますね。ということで、報告終わります。シェシェ在前。